6月の第4聖日、主を心から褒めたたえ、またこのように礼拝を下げる恵みが与えられていることを心から感謝します。昨日のことでしたけど、一つのですね、御言葉の立ちかさというのを経験したような思いがありました。ちょうど日清の駅の東側のところにですね、こう車で走ってましたときに、ヒバリの声が聞こえたんですね。で、私は小学生時代によくね、畑でこうヒバリがこう高く空を飛びながら、止まったように羽ばたきながらね、こうさえずってるのをよく子供の頃見かけたんですけど、まあ、昨日はその飛んでる姿は見えなかったんですけどね、おそらく同じような声でしたので、そういうふうに、さえずっていたんではないかと思ったんですが、その瞬間にですね、空の鳥を見なさいというイエス様の言葉をね、思い出して、人間のようにこうアクセクが働いたりですね、着飾ったりすることないんだけど、ちゃんと神様が整え気がすると。で、あのことを思い出す瞬間にですね、あそこなぜ空の鳥を見なさいってイエス様おっしゃったのかなと。普通だったら鳥を見なさいって言うわけですけどね、あえて空の鳥を見なさいって書いてあるのでね、で考えてましたら、もしかしたらこれイエス様は弟子たちと一緒に実際にこのヒバリのようなですね、鳥を見つめながら、神様のですね、父なる神様の憐れみをなんか語ってくださったのではないかなってことをね、こう瞬間的に心に感じましてね、ああどうもやっぱりこう聖書の御言葉のこう読み方がちょっと私も違ってたのかなと思いながら、そういう神様からこう生き生きとね、御言葉を教えられるという意味で、御言葉に親しんでいきたいなということをね、思わされました。本当に今は緑あふれる時期ですし、朝早くからも、子供たちじゃなくて小鳥のですね、さえずり、子供たちはいつもね、にぎやかにさえずってるんですけれども、小鳥のさえずりを聞く、そういう恵みにあふれた朝を迎えるわけですけども、そんなことを思いながら今日もですね、共になる礼拝を捧げていきたいと思っています。それではしばらく自由に聖霊様の導きの中でですね、お祈りをいたしましょう。神様、皆を賛美いたします。今御前で聖霊様によって、心を示されたこと、また神様が教えてくださり思いに描かせてくださったこと、また悔い改めの本当に必要性を迫ってくださったこと、すべてにおいて主が語られたことを心から感謝いたします。主の御声に聞き、また御旨に従うことができるように祝福を与えください。主イエスの名前によって私たちの祈りを御前に捧げます。アーメン。Thank you.
Thank you.
お祈り手の手紙6章9節からを朗読いたします。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知られるのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、会員をする者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することはすることができません。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。以上です。このところを通しまして聖霊の働きと私たちと出しましてイサブシにメッセージを届けていただきます。今日はちょっと聖句をですね少し投影しながらメッセージを進めていきたいと思っています。まあ、今本当にですね便利な時代になってきてだいぶどの教会も昔は OFTP を、ね、使って歌詞とかそれから聖句を投影してましたけども今はねもういろんなプロジェクターもありますしねそれからこういうさまざまなコンピューターの機器が出てきたのですごい便利になってきたと思うんです。今日は皆様とご一緒にですね御言葉見ていきたいと思いますが、先に聖書の御言葉ですが今日今司会者が読んでくださったコリント人の手紙の第1の6章の9節から11節の御言葉を今日の中心聖句としています。でこの御言葉を中心にいくつかの聖書の言葉を紐解きながら今日のタイトルにありますように聖霊の働きと私たちというテーマで御言葉のお届けをさせていただきたいと願っています。それでは一言お祈りいたします。神様皆を賛美いたします。父子聖霊なる三位一体なる神様は永遠の昔天地創造の御業をなされそしてさまざまな動植物そして最後には神の似姿として人間を創造せられました。神様の偉大なご計画を思うときにどれほど私たちは神様にあってまた神様の御心を自らのものとして歩んでいくべきであるかということを思わされますが現実に日々の生活の中でさまざまなサタン神に敵対する悪魔や悪霊どもの誘いの中でまたこの世のさまざまな思いや価値観や考え方の中に翻弄されてしまうことがあります。また自らのうちにある肉の思い罪深い本当に人間性そのものから出てくるさまざまな欲望が時には私たちの本当に神様にあっての生活そのものも入れ浮かしてしまうような現実がございますけれどもそんな時にいつも主イエス様は私たちを慰め愛し慈しんでくださってご自身の十字架の上で裂かれた身体流された血を持って私たちをあがだったのだとおっしゃってくださることを心から感謝いたします。主イエス様による十字架の御救いそして救われた者として日々歩んでいくそのようなお互いとしましてもう一度聖霊様がどのように私たちに関わりまた働いてくださり導いてくださるかということを今日伺い知ることができるように祝福を与えください。しばらくの時御手に委ね主イエスキリストの皆により祈ります。アーメン。今日のですね聖書の言葉なんですけれども、初めにですね、聖霊の働きと私たちという今日のテーマなんですがペテロの手紙の御言葉にですね、まあ、開かなくて結構ですので見ていただきたいと思いますが1章の15節ペテロ第一の手紙の1章15節にあなた方を召してくださった聖なる方に倣ってあなた方自身もあらゆる行いにおいて
こう聖なるものとされなさいっていうね、このようなお言葉があります。でこの聖なるものとされるっていうことは、ここではペテロはですね、特にこう強調しています。でこのペテロ第一の手紙の1章16節のところに、神様の言葉、イエス様の言葉ですが、私が聖であるからあなた方も聖でなければならないとかこう書いてある。これは旧約聖書の言葉ですけれども、神様は聖なる方であるから、私たち自身もね、神様に習って、また神様にあって聖なるものでなければならないと、このようにペテロは当時のクリスチャンたちにですね、こう語っていたわけです。でこの聖なるものという、こう、聖という言葉なんですけど、これはもともと新約聖書のね、書いてあるのはこうギリシャ語の言葉なんですが、この聖なるっていうのはこのハギオスという、こう清いという言葉からこう出てきてるんですね。で神様は清いお方である、だから私たちもこう聖なるものでなければならない。だけど現実にですね、この神様にあってこう神様の清さに生きていこうとすると自分自身のさまざまなこう罪深い性質ってものにこう直面せざるを得ないですよね。で宗教改革の時代から本当にですね、こう清い方をしようとした人たちがたくさんこういます。なんか表向きのですね、当時 のカトリック教会とかね、そういう教会、あるいは宗教改革の時代の、まあ、プロテスタントの教会でも、どちらかというとこう国と非常にこの、密接な関係のあるそういう、こう教会の中でね、本当の意味でこう罪を悔い改めなくて、生まれた時からもう洗礼を受けていた、カトリックの洗礼を受けていた、そんなようなまあ、いわゆるこう、まあ、キリスト教徒と言われる者たちがね、大勢おる中で、やっぱりこの自分の罪を悔い改めて、神様の本当にイエス様の十字架の血潮によって清めていただいてね、それで清い生き方を選んでいこう、そういう生き方をしようとした大勢の人たちがいました。まあ、英語ではですね、この清い生き方っていうのは、この、ホーリーとかホーリネスということがありますね。まあ、日本でも清めを、ね、強調するホーリネスの、教会、または教団のですね、明治時代からの素晴らしいこう日本における、伝道の働きっていうのがあるわけですけども、で、まあ、ペテロはそういう意味で、神様は聖であるからあなた方も聖でなければならないということを、ね、こう語られました。で今日 の箇所ですが、コリント第一の手紙の6章9節のところから見ていただきたいと思いますけれども、でこの聖書の今日のテキストを見ますと、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですかと、こうコリントの教会のクリスチャンたちに当てて、パウロはですね、こう問いかけています。皆さん今ね、聖書開いていただいてますが、この、コリント第一の手紙の6章の、今日は9節からですけれども、6章1節からこう見ていただきますと、ちょっと聖書をね、ご自分の聖書に開いてみてください。コリント第一の手紙の6章1節の中で、あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるでしょうか。まあ、この信者間の争いが起きたときに、それをですね、この、神様のことをこう知らない、まあ、ギリシャの、ね、こう社会の中で、偶像の神々に頼る、また神様なんかいるものかということでこう背を向けて生きていくような、そういう人々が司る裁判の席にですね、どうして、お互いこう信仰者同士の争いが生じたときに、そんなところに訴え出るのか。でパウロは言います。こうあえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。あなた方は、これ重要なことなんですね、あなた方は聖徒が、すなわちこのイエス様を信じているクリスチャンがですね、神の聖徒が世界を裁くようになることを知らないのですかと、こう問いかけるわけです。だからイエス様を信じたクリスチャンは、イエス・キリストと共にこの世界をですね、裁く、そういう立場、ポジションが与えられているんですよと言うんです。それなのにですね、まあ、ここでパウロは言います。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。さらにですね、3節、さらにすごいことが書いてあるわけですね。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。でこの神に反逆し、自らが神の
立場になろうと、そのように高ぶった、天使の長であった、輝く明けの明星とも言われたような、そういうですね、天の使い長が堕落して悪魔、すなわちこのサタンとなったと聖書は書いてるわけですけれども、まあ、このサタンに続くところのさまざまな堕落した天使たち、これは悪霊というわけですが、そういう者たちをもですね、神の聖徒が裁くものだということを知らないのですかと、パウロは問いかけているわけです。で、この2つの言葉っていうのはですね、いろんなこう誘惑とか試練の中で打ち沈み悩んでいるクリスチャンに対して神様の大きな励ましなんです。であなたはですね、自分は本当にもう神様に心にかなわないようなそんな罪深い生活についついこう陥ってしまうことが多い。私はなかなか心では信仰者として生きていこうとするんだけれども、世の中のさまざまな価値観の中で埋没してしまうような、そんなもうダメなクリスチャンですって自分で思ってるかも分かりませんけれども、実はこう神様の期待というのは偉大なものです。聖徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですかと、このようにパウロはですね、こう問いかけています。で、こういう言葉を聞いたときに、まだ自分はそこにはこうとても達してないんだけれども、この神の約束を信仰を持って受け止めるかどうかということで、私たちの生き方がこう変わってくるわけです。4節、それなのにこのようなことで争いが起こると、教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥かしむためにこう言っているのです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですか。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですか。そもそも互いに訴えようということがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか。ところがそれどころかあなた方は不正を行う、騙し取る、しかもそのようなことを兄弟に対してしているのです。だからまあこの言葉からね、私たちはお互いこう例えばの世界教会に集っているクリスチャンとして、本当にこうお互い同士、互いのですね、徳を高め、本当にお互いに使い合い、お互いを尊重すること、そういう言い方を神の家族の中でしていくことがとても大切なのだということをね、こう教えられます。9節、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、会員をするもの、談笑となるもの、談食をするもの、盗むもの、貪欲のもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪をする者は皆神の国を相続することはできません。で、こういう生き方を実はイエス様を信じる前、私たちは確かにある部分はそのような生き方をしていたではないか。だけどそんなものがどうして神の国を相続することができようか。だからここでですね、パウロは人間の現実を指し示しながら、こう悔い改めをこう迫るわけです。まあ、自分自身の、イエス様を信じてからのこう歩みってこと、それからイエス様を信じる前の自分の姿ってことをこう思い浮かべますとね、本当にイエス様と出会って幸いだったなってことをこういろんなところでこう感じ、また感謝を捧げること、ね、私たちお互いだと思います。で、こういう9節から11節、9節と10節のお言葉っていうのが、これがですね、実は私が聖であるからあなた方も聖でなければならないとおっしゃる神の前にあって、こう聖でない生き方というのは実は9節から10節のこういう日々の生活なのだと。で、そこをですね、この神様、聖霊様によって罪を差し示され、イエス様の福音を聞いて悔い改めて新しく生まれ変わった人生を歩み出したのがあなた方ではないですかとパウロが言うわけです。で、次のですね、この11節のところを見ていただきたいと思います。あなた方の中にある、あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでしたと、こう11節にね、こう記されています。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。で、しかし、このところですね、しかし、で、この11節、今日の中心聖句ですが、ここが非常に重要なお言葉なんです。かつてはこのような
神様の前に汚らわしい不貧困な不誠実な歩みをしてきた。だけれどもしかし主イエスの港で、この主イエスの港って書いてますね。これ何を意味しているかと言いますと、こう主イエスキリストの港というのはイエス様の十字架の贖いを指し示します。だから私たちがですね、イエス様ってこう叫んだ瞬間に、呼びかけた瞬間に、そこに神様はどういうことをですね、私たちを通してこう見てくださってるかというと、イエス様と私たちが呼びかけ叫んだ瞬間に、イエスキリストが私たち、私自身のためにあの尊い命を十字架で捧げられた、キリストの贖いの御業がイエスの御名の中にあるということです。で、十字架こそまさにサタンまた死に打ち勝った大勝利であると聖書は書いてるわけですね。だからイエス様、イエスの御名にこそあなたの戦いの勝利の秘訣がある。で、この11節を見ていただきたいと思います。ちょっとここに今ね映してますが、しかし主イエスキリストの港、私たちの神の御霊によって、だからここではあのイエスキリストの港という言葉とですね、それから次に私たちの神の御霊によってという、この2つの言葉が非常に重要なんですね。キリストの十字架の贖いの御業と、それからそのキリストの十字架の贖いの御業を本当に私たちがですね、あ、神様私は罪人ですって心を示されて、罪を示されて悔い改めた、これは聖霊なる神様の働きなんです。だから人が救われるのはですね、確かに誰かによってイエス・キリストは私たち人間の全ての人の罪のために十字架で死なれ、3日目によみがえられました、死に勝利をされた方です。それを聞いて、ああキリスト教の信仰というのはそんなものかなって誰かね思ったとして、でもそこに聖霊様が働いて初めて本当にこう罪が自覚するのだ。だから皆さんがですね、この愛する家族とかお友達とかですね、身近な人の救いを本当に願うときに一つ大切な祈りがあるんです。まあ、いろんな形でこうイエス様のことをこうお伝えしようとしますわね。あるいは教会の特別集会にこうぜひどうぞとかね、あるいは自分の妻や夫や子供たち誘ってきます。でイエス様の福音を聞いた、あ、これで少しでもね救いに近づいたかなっていうふうにこう感じて、あ、でもまあまだイエス様を信じるという信仰の決断してないけれどもね、きっと神様がそういう時もくださるかなって、そんな期待を持って生きてきたのが今までのクリスチャンだったんです、私たちなんです。で、この御言葉を見た時に思いますのは、主イエスキリストの皆、十字架の贖いの御業を神様の言葉から知って信じて、で次にクリスチャンがですねこう祈ることがあるんです。それは聖霊様どうぞ私のこのもののために、救いのために、聖霊様どうぞ働いてください。聖霊なる神様でが働かれなかったら人は本当に罪を自覚することがありませんから、私は神様にあってなすべきことをします、イエス様のことを証ししたり、あるいは教会にお連れしたり、でも人が本当に救われるのは神様の御業ですから、聖霊様どうぞ働いてください。で、これがですね、私たちの神の御霊によって、聖霊なる神様によってあなた方は救われたのです。で、この神様の救いというのはここで現れるという言葉があります。罪が洗い清められるということです。で、罪が現れるのはキリストの十字架の血潮によって初めて現れます。日本人のように、ね、日本人の私たちの感覚ですと、罪汚れをですね、こう洗うのはどうするでしょうか。イエス様信じる前、皆さんどこに行かれましたか。どっかのね、お宮さんに行って、こう、菓子屋で売ってですね、で、お賽銭をあげて、で、そして、あるいは、特別なですね、儀式の中で、このお祓いを受けてとかね。で、そんな世界、でもそれは人間の罪を洗い清めることができないと聖書書いてあるわけです。イスラエルの人たちは、アブラハムの時代から、またね、その前、はるか前から、こう神様によって洗い清められるということは、生贄の血が流されることなしに、罪からの救い、罪の清めはないのだと。だから罪のない羊を殺して、その血を神様にですね、この携えてきて、大祭司はそれを持って契約の箱の上にですね、こう振りかけることを通して、この、イエス・キリストの十字架の血潮をですね、あらかじめこう指し示していた。だからそういう意味でキリストの十字架の血潮によってあなた方は洗われた、罪許され、罪洗われたのだと。で、もう一つはですね、この聖なるものとされた、
で、この聖なるものとされたってことは、もうあなたは今までは汚れた人生だったけれども、イエス・キリストを信じここに受け入れたこのことによって、あなたは清いものと神によって宣言されて受け入れられているんですよということです。神様があなたをですね、自分がどんなふうに私はこんな罪人だって思ってるかもわからない、でも神はイエス・キリストの十字架の死によってあなたを清いと宣言してくださる。これが聖なるものとされるってことなんです。昔イスラエルの人たちはですね、罪を犯したり、あるいは汚れたものに触れたりしたときに、あるいはですね、さまざまな、もう本当に難しいような、まあ、当時で言ったら、皮膚の 重い病気、その状況であると、それは汚れたものとして、イスラエルの共同体からですね、こう除外されて、神様を礼拝する集いに入ることができなかった。人里離れたところにですね、本当にそこで生活せられなかった。昔雷病と言ってた病も非常に、ね、恐ろしかった。そういう今は特効薬がたくさんありますけれども、そういう時代でしたらね、やっぱり人だった離れたところに、そこでとどまってですね、生活するのが良くなくて、イスラエルの人たちもそうでした。だけど神様の前に別にそういう当時の雷病だけではなくて、いろんな皮膚の病とか病気とか、あるいはこの罪の問題で、誰がこう見て、あなたのこういう重い病気はこういう神の前に汚れた生活から清められたということをですね、宣言するでしょうか。必ず祭司のところに行って、そして病気でしたらその皮膚の患部を見てもらって、で細かく調べて、あるいは神様に罪を犯していたら、その罪を本当にこう悔い改めたかどうか、また清めの捧げ物をしてですね、そしてそのことによって祭司はあなたは清いと宣言するんです。清いと宣言されたら、その時からね、イスラエルの共同体社会の中にこう入っていって、またみんなと一緒に生活できて、また礼拝ができたわけです。だからこの聖なるものとされるってことは、神ご自身が、またイエス様ご自身がキリストの十字架の父によってあなたを清いと宣言してくださった。で、これをですね、クリスチャンは今しっかりと握ることが必要なんです。悪魔はですね、サタンはどうするかといったら、何かちょっとしたことで私たちがつまずいたり罪深いことを行ってしまった、人間は罪の性質を持っていますからね、やっぱり神様によって清い方をしようと思っても、この世の誘惑や、いろんなですね、さまざまな誘惑の中でやっぱりこう罪に陥ってしまうことがあるわけです。で、その瞬間に悪魔はどういうかというと、ほれ見よ、お前は罪を犯したではないか、こんな罪をもう繰り返しやってるじゃないか、お前がどうしてクリスチャンなのか、もう教会に行ったってそんな無駄だ、普通通り周りよりで楽しく過ごしたらいいじゃないか、でそういうささやかけの中でですね、クリスチャンは間違った思いにこう縛られてしまって、ああもう自分はイエス様信じたけれども、あんまりいいことなかったな、これから人生考えたらもっと楽しく過ごした方が良かったんじゃないかなとかね、そんなサタンの誘惑にこう乗ってしまって、神様から少しずつ離れてしまう。で、その時に大切なことは、私はイエス・キリストを信じたことによって、神ご自身が私を清い、あなたはキリストにあって聖なるものとされた、聖なるものであると神ご自身が宣言してくださったんだ、だからサタンを退けって祈るんです。だからクリスチャンはですね、もう何度失敗してもね、何度罪を犯してしまうことあるかもわからないけども、ちゃんとイエス様の十字架の死によって慰めと癒しと回復の道が与えられているので、それでですね、生きていけるわけです。で、それがなかったら私もですね、毎週こんな講談に立ってメッセージとてもできないなって思います。どんな罪があってもイエス様ごめんなさい、罪を私は本当にこういうことがありました、お許しくださいと告白して祈って、その瞬間にキリストの父親によってあなたの罪は許されましたと神様もう一回宣言してくださるから、だからまた新しい一日を始めるわけです。で、その瞬間にはですね、神の前にどうされているかというと、どんなに罪深くて、グレーゾーンというか灰色のような機能だった、でも今イエス・キリストの皆によって私は罪を認め、神様に告白し悔い改めますとこう祈った瞬間にね、もう真っ白くされる、真っさらにされるのだと。で、これがですね、イエス・キリストを信じたものがこう日々新たにされる、最近英語でもね、リニューアルってことがよく聞いたりしますよね、全く新しくされる、そういう生活がね、約束されているわけです。だから、いろいろしんどいことがあっても、日曜日礼拝に
行ってみようかな、一言でも二言でも神様の言葉を聞いて、心を癒され許されて、また明日から月曜日からの仕事に行こうかなって思うわけです。でもう一つ、この義と認められたってことですね。このイエス・キリストを信じたときに、神の前にあなたは正しいものと宣言された。これルターはですね、信仰によって義と認められる、信仰義人ということね、これを強調したわけです。家庭教会ではですね、信仰によって神の前に義とされるのだということすらもですね、危ういような、そんな教えが蔓延してきた時代でした。この免罪符といわれるね、そういう特別なですね、そういうものをこう買ったら、自分の罪も、またもうすでにね、亡くなってしまった自分の家族の罪も、そのいわゆる煉獄の中でですね、苦しんでいるそういう者たちの罪も許されると、そんな中でですね、おかしな信仰のあり方ってことに対して、ルターはですね、95の質問状をですね、ヴィッテンベルクのお城の教会の扉に貼り付けたことを通して、もうヨーロッパ各地でですね、宗教改革が同時並行的に起こってきたわけですよね。今皆さんね、日本も世界もね、教会がもう一回新たにされようとしてるんです。で今度今週、私木曜日金曜日とね、ルーテル神学校で行われるローザンヌの世界大会のね、ちょうど2年ほど前だったかな、ケープタウンアフリカで行われたんです。それはキリスト教会のですね、いわゆる宣教を中心としたこう世界的な教会会議があったんです。で私はそのことを聞いた時にね、あ、これは重要な会議になるなと思ってて、である時ですね、そんなことを思ってましたら、日本のローザンヌの委員会から日本側からですね、10名くらいかな、代表者を送る、でその中の一人として生田牧師行かれませんか、まあ、そういうふうに推薦を受けたんですけどね、まあ、でも結構な資金もかかりますしね、それで時教団の方の先生方にもね、私も審議会降りてましたので、まあ、いろいろお話ししましたら、まあ、資金面、それから教団のいろんな事情、まあ、さまざまなね、その教会や教団の状況の中で、まあ、推薦を受けてても MP からは今回はもう行かないで、別に私じゃなくてもよかったんですけどね、誰か送ったらいいじゃないですかってこと、せっかく MP から一人って推薦を受けたのでね、それで伝えてたんですけど、結局時行かなかったんですね。だけどその時 のリーダーの先生の一人が今回東京と日本に来られる、それルーテル神学校でもね、セミナーがある、いい機会神様くださったなと思ってね、本当にこうその時どういう決定がされたか、まあ、エルサレム会議のような決定が宣教の世界でされていることね、もう一回こう見聞きして帰ってこようと思ってるんですけども、今日本も世界もですね、本当に見た目の感じっていうのは、日本の経済も教会の日本の教会のいろんな諸教会もですね、こう厳しい状況になるけれども、でも今世界が動いてるんです。でその宣教の第一線っていうのは、別に向川先生、浜田先生が言っているですね、タイの宣教地が世界宣教の第一線ではなくだけではなくてね、私たちが生活しているこの社会、日本の例えば川西の、あるいはこのね、お互いのこの何々大と言われるような地域、そこが実は世界宣教の第一線なんです。そこも第一線なんです。でそういう理解の中でね、今神様にこう聖霊様 の御業をこういろんな教会が祈り求めていく中で、今神様がですね、偉大な御業をね、こう始めてくださってるんです。これからまたね、お互いそういうことが日常生活の中でね、なんかこんな不思議なことを通して、神様の救いの御業が、また神様の慰めの御業が、自分自身にも家族にも知り合いにも友人たちにもどんどん起こってきてるんだなってことがね、本当にこれから実体験する時代を今迎えてきてるんです。で先ほどですね、もう一回御言葉ね、こう見ていきますときに、今日のね、11節ですけれども、あなた方は現れる、罪清められ現れる、神様に聖なるものと宣言をいただいた、そして神の前に義なるもの、神の前に正しいものとして神様はあなたを受け入れ認めてくださったんですよ。まさに信仰によって義としていただいた。何か良い行いをして神様にですね、なんか両天秤にかけてですね、あなたはこんな良いことをしたからね、功徳を積んだから救ったんだ、じゃそんな世界ではなくて、信仰によって神の前に義と認められた。でこれがですね、実はイエス様を信じた時だけではなくて、それからのです、ね、日々の生活の中で神様は同じようにこう働きくださっています。だから今日もまた自分自身が今悔い改めた時も、あなたはキリストの父親によって今日も現れ、
またもう一度神様によって清いと宣言していただいて、また神様に正しいもの、義なるものとして受け止めてくださって、そして今日も生きていける。でこれがですね、実は聖書の言葉の中に テトスの3章4節のところなんですけれども、聖霊による神聖と更新の洗いという言葉があるんです。だ聖霊による神聖、まあ、ここにも下に書いてますね、黄色に神聖という言葉がありますけど、聖霊なる神様によって新しく生まれ変わってくださった。でこの神聖と書いてある言葉はキリストの贖いという意味合いもあるんです。もともとのギリシャ語にはね、新しく生まれるということはキリストの十字架によって贖われたということです。それとこの更新というのは英語ではリニューアルという言葉なんです。日々に新たにされている、そういう恵みの中に私たちはこう生きている。だから私にもあなたにもイエス様の前に本当に罪を悔い改めて神様、イエス様を仰ぎ見礼拝したときに、私がイエス様によって救われたときに、聖霊なる神様はキリストの十字架の血によって罪を洗い清めてくださって、聖なるものと宣言してくださって、神の前に義と認めてくださった。でこのことがイエス様を信じたその瞬間だけではなくて、毎日毎日今も続いて、聖霊によって新しく生まれ変わること、それから日々新たにされること、聖霊による神聖と更新の洗いをもって私たちを救ってくださいましたと書いてあるわけです。だからそういう意味でですね、聖霊なる神様の御業を本当に喜ぶではないか。私が救われたのも聖霊なる神様の素晴らしい御業を通して、私が日々生きていること、あるいは罪のいろんな荒波の中に揉まれてしまって、時には神様の御名を汚すようなことになってしまったことも確かにある。だけど聖霊様によって示されて、神様はこんな罪をどうぞお許しください、私をどうぞ主をもう一度清めてくださいって祈った時に、この聖霊による神聖と更新の洗いの御業がですね、日々にこう与えられてくるわけです。だから今日 のテキストを見ますと、第一コリントの6章の12節にこう書いてあるわけですね。すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしませんって書いてあるんです。これは重要ですね。私はどんなことにも支配されはしません。これがイエスの御名によって悪魔や悪霊どもに対するサタンを退けというね、その祈りの一つなんです。私はどんなことにも悪しき力によって支配されませんとこう宣言すること。そこからですね、あなたの新たな命が始まっていきます。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそれらのどちらも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためにあり、主は体のためです。だからここでですね、私たちの体は不貧困のためにあるのではなく、主のためにあり、主は体のためですと書いてあるわけです。だから私たちのこういう、こう目で見える肉体そのものもですね、不貧困のためにあるのではなくて、神の栄光を表すためにあなたの体が実は与えられている。で、ここでですね、主は体のためって書いてあるわけです。これもうすごい言葉ですね。神様はあなたの体のために今しかもお方であり、清め導いてくださるお方なんだ。で、14節、神は主を蘇らせましたが、その御力によって私たちをも蘇らせてくださいます。だから毎日毎日こうイエス様の復活の力によって日々よみがえらせていただいている。これが実はクリスチャンなんだというんですね。15節、あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つの体になることを知らないのですか。二人は一体となると言われているからです。これがですね、実は今日本でもね、本当にこう神が定められた結婚のですね、聖なる定め、これを聖なる定めって聖定と書きますけどね、これがないがしろにされてきて、私たち自身の生活やまた希望や喜びがなくなってしまっている現実があるんです。で、この結婚関係ではなくて、何かですね、この男女の性の関係の中で二人が一体となるってこと、一つの体となるってこと、これはですね、霊的にも一つになってしまうということです。これは恐ろしいことなんですね。肉体的に一つになるということだけで終わらなくて、
それはあなたの心魂の領域、霊の領域においてもこの不貧困から来るですね、一体にされてしまう。だからパウロはですね、こういう不貧困とかこのような友情と交わればっていう、そういう世界から本当に決別しようではないかとここで述べます。17節、しかし主と交われば一つの霊となる。だからイエス・キリストを本当に仰ぎ見、神様を仰ぎ見て罪を悔い改めて毎日イエス様と共に歩もうとするときに、そこに神とあなたは主と交われば一つの霊とされるのですよ。だから18節、不貧困を避けなさい。人が犯す罪は全て体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。だからまあ、若い、ね、青年の兄弟姉妹たちに対しても、まあ、パウロの勧めがありますけど、やっぱりこの若い時はこうね、そういう情に燃えることが多い。だからそれで罪に至ることよりも早く、そういう場合だったらね、神様の祝福を受けて結婚していくことがより良いことなんですよと聖書が述べるわけです。あなたの体は、19節、それではですね、最後に19節と20節を今日の、ね、結論として、読んで、出会いのメッセージを終わりたいと思います。ご一緒に19節と20節、はい。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この19節と20節の言葉こそね、聖霊なる神様が今あなたや私、私たちに求めておられる最も大切な神様のね、祈り、願い、また祝福の道を神様はこのようにこうくださっているんだ。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる、だからあなた方のうちに住まわれる聖霊なる神様の宮が実はあなた方の体なんだ。だからあなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方はイエス・キリストの十字架の贖いというね、キリストの命、代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。本当に神様に期待して今日のね、コリントの第一の手紙の6章11節の言葉、また19節20節の言葉をですね、しっかりと握りしめて、これからの1週間のね、信仰の戦いにこう勝利しようではありませんか。お祈りいたします。神様、皆を賛美いたします。主イエス様がどれほど私たちのために尊い命を十字架の上で投げ出してくださって、身体を裂かれ血を流され、また尊い代価として神様前に身体をイエス様ご自身が差し出してくださったことを思います。今主イエス様に会って私たちは神ご自身から、また聖霊様からイエス・キリストの十字架の贖いのゆえに罪に許され現れ、聖なるものと宣言され、また神の前に義と認められ受け入れられています。何者をもってしても私たちと、またイエス様とのこの深い絆、またキリストと共に生きることに、何者をもってしてもそこにくさびを打ち込んだり隔てることができないことを心から感謝し、また告白します。このような領域でサタンやプレードもが働いている、そういった一切の領域をイエス・キリストの皆によって打ち砕き封じます。私はどんなことにも支配されはしませんとパウロは宣言しました。今週1週間も私たちもこのような神の、またイエス様の皆によって大胆に宣言することを通して、私は何をものもってしても暗闇の力、悪魔悪霊の力に一切支配はされませんと、そのように宣言して、与えられた日々の生活、家庭の歩み、また委ねられた仕事を全うしていくことができるように祝福を与えください。今本当に肉の目ではいろんな厳しい現実が見えますけれども、けれども霊の世界はすでに神様は世界的に御業を成してくださり、動かしてくださっていることを覚えて感謝いたします。今週1週間どうぞ兄弟姉妹がイエス・キリストの皆によって、聖霊様どうぞ私の自身のために、また私のこの愛する者、家族のために、私のこの人のために、聖霊様どうぞ働いてください。そしてどうぞ
人々の救いを成し遂げてくださいと祈るときに、神様がどうぞ不思議な御業を速やかに成してくださいますようにと切に祈り求めます。どうぞサタンや悪魔の誘惑からイエスの御名によって完全と立ち向かい、本当にサタンを退け、私は主のものであり、イエス様によって神様によって聖なるものと宣言されたものである、サタンを退けと、このような祈りを持って勝利を得ることができるように祝福を与えください。肉体的な病や、また疲れや痛みや、また心の痛みなど、本当に神様、さまざまな病や苦しみの中にある兄弟姉妹をどうぞ帰りください。また対人関係のそのような中で大きな疲れを覚えておられる兄弟姉妹、主がどうぞ速やかに今慰め癒してください。そして神様、どうぞ肉体的な弱さのただ中にある兄弟姉妹を本当に主が憐れてくださいまして、その弱きところに全ての病や患いを十字架で担ってくださったイエス様ですので、どうぞ兄弟姉妹のこれらの苦しみや痛み、病を本当にお受け取りくださいまして、主をどうぞ十字架の血潮によって病の癒し、慰め、また主の御言葉による力、励ましをお与えくださいますよう切に祈り求めます。感謝し、主イエスの名前によって祈ります。アーメン。
ぎ願わくば、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今日御前に集う男女らすべてとともに、よよ限りなく豊かにあらんことを、アメン。